はい、こんにちは、ミスターヤマさん。今回はですね、収益発表ということで43万5561円の売り上げをね、表示させて、していただきました。でここでちょっとね、細かいことなんですけども、注意しなければならないことがあります。現在ですね、収益にはなってないってことなんですよね。これはね、見込み売上というか一時速報なんですよね。ですんで、稼いでますって表現もちょっと違うかなと思うんですよ。まあ最低ですね、売上ですね、売上が43万5561円というふうな売上があったというのは、それは言っても大丈夫だと思うんですけども、稼ぐってのは結局日本円が自分の口座に入っていつでも使える状態にあるっていうふうになった時だと思った方が、ちょっとね、誇大表現にならずに済むかなと、トラブルを避けれるかなと思います。やっぱりビジネスってのは正直にやることがポイントですから、売上っていう言い方と月商っていう言い方と収益っていう言い方と稼いだっていうものとね、最終利益ってものそれぞれ違いますんで、そこの表現は多分ねした方がいいかなと思うんですよ。要するにこれ見ると2週間で、ですね、43万5000円を稼いだ、要するに、2週間でこの現金が今手の中にあるかっていうことに、なっちゃうんですよね。なんかそこぐらいですかね。で、きちんと入金された金額が、例えば2ヶ月先とかね、3ヶ月先とかに入金されると思いますね。入金があったら、入金を引き出す時とか通帳に書いてある数字を利益確定ですっていう形でレポートを出すっていうことをね、今から考えておいてもいいんじゃないかなと思います。いずれにしてもですね、この売上だけでもすごいんで、ここからは私のねアドバイスですけども、ネットでビジネスをする最初の2週間で43万5561円の売上を上げる方法をあなたにお伝えできますよっていうのは、別に商売としてあっていいと思うんですよ。これはね、私もそうですけども、ネットビジネス始めて自己アフィリエイトで、20万ほど売り上げましたけども、最初ね、その20万の売り上げを作る方法っていうものを販売してましたから。で、利益とか現金が手にできるとか稼いだっていう表現ではなくてですよ、ですんでね、目の前で売り上げを立てさせて、そして、よかったねっていう形で感謝されるみたいなね、そんなプロセスができました。で、このね、今回の収益発表っていう動画、43万っていうのは、どちらにしてもすごい動画なんで、この動画をどん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 見せていくことをこれから考えていった方がいいと思いますね。この動画をどん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 見せれば、まゆみさんの方に、アクセスがどんどん集まっていくし、拡散もされるってことですんでね、ぜひこれをね、これからの核コンテンツとして、核っていうのは中核にあるって意味ですけどね、各コンテンツとしてこれからどのようにシェアしていくかってことも合わせて考えていただければいいんじゃないかなと思います。本当におめでとうございます。どちらにしてもね、これだけの売り上げを立てたのはすごいことだと思います。それでは失礼します。